沖縄市では県内の特別支援学校に通う生徒たちが陸上競技に挑む大会が開かれました。今年は県内14の特別支援学校から中学部と高等部の生徒およそ600人が出場し、短距離走やソフトボール投げなどで自己記録の更新に挑戦しました。生徒たちは秋晴れのもと心地よい汗を流していました。一方、名護市ではお年寄りの生きがい作りなどを目的にミニボーリング大会が開かれました。今年は90歳以上の39人をはじめとするおよそ700人が参加し、親睦を深めました。もうこっちこの大勢のところに出てですね、みんなの顔を見るだけで元気になります。参加者たちは好プレーやチームプレーを連発したほか、チームごとの応援衣装で会場を盛り上げていました。